さてと、セルダールに着く前にみんなの気持ちを高めておこう。今度の戦いからは夏目も参加してくれる。夏目のテンションにも注意しなくちゃな。ピコとマジックデンの補給で薬やナノマシンのストックは問題ないのだ。そうなんだ。できれば使わないに越したことはないけどね。ナノナノもそう思うのだ。哲也、一緒に頑張るのだ。護衛から逃げてるの？部屋を出る前に、それよりもカズヤ、良いところに来たの。これはどうやって遊ぶのじゃ？これは卓球といって一人で遊ぶものじゃないよ。なんじゃと？それならばソチがわらわと一緒に遊んでくれ。まあ遊ぶのは構わないけど、これって初めてだと結構難しいよ。それでもやるの？侮るでない。これでも幼少の頃は天才工女と呼ばれたものよ。このわらわにできぬことなどないわ。天才工女って工女は一人だけだしな。まあいいや、じゃあやってみようか。夏目はここに立って、で、ラケットをこう持つ。うん、そうそう。ずいぶん貧弱なラケットじゃの。こう頼りがいのないというか。そのラケットでこのピンポン玉を打ち合うんだ。じゃあ僕は反対側に行くからね。うん。それじゃあ僕がサーブを打つね。サーブ？最初に打つ人のこと。球がそっちに行ったら夏目もワンバウンド以内でこっちに打ち返すんだ。そっちに手を止めるのか。わらわにやらせぬと不届きじゃな。最初2本ってことで許してよ。ふん、いつでも始めるがいい。じゃあ行くよ。こんなの簡単に。なんじゃと。慣れるまではラケットに当てるだけでも難しいんだ。球は後で拾うから次行くよ。たかだか球の分際で生意気じゃ。お、やるね。もう打ち返す。打ち返すくらい当然じゃ。これでそっちの陣地に入れればいいんじゃろ。うん、そう。じゃあ次行くよ。待つのじゃ。次はわらわから打たせるがよい。ちょっと難しいと思うけど、まあいいか。じゃあはい、弾渡すよ。おお、スカスカした軽い弾じゃな。では参る。わらわのサーブを受けてみよう。あら、どんまいどんまい。何回でもやってみていいから。へい、バカにするでない。次はちゃんと。あれ、この弾が軽すぎるのがいかんのじゃ。だからこそ
そのコントロールがゲームのポイントなんだ。今度こそ、やった！当たった当たった！うるさい！全然その中に入らぬではないか！い、やめじゃ。え、もうやめちゃうの？上手くなってきたのに。もう飽きた。次に行くぞ。カズヤ、これはどう遊ぶのじゃ？あ、これはキャッチャーだよ。お金を入れてボタン操作でぬいぐるみを取るんだけど、一回やってみせようか。うん、やってみせよ。この2つのボタンでアームを操作するんだ。欲しいぬいぐるみの上で止まるようにね。これでどうかな。あー、やっぱりダメか。なんだ、取れぬではないか。やらないと取れないところがゲームになってるんだよ。こういうのって僕はあんまり得意じゃないから。情けない男じゃの。次じゃ。え、自分でやってみないの？ぬいぐるみの作りが雑で趣味に合わぬ。そうかな。よくできてる方だと思うけど。これはどう遊ぶのじゃ。ああ、これは夏目には向かないんじゃないかな。どういうことじゃ、説明せ。これはパンチングマシンって言って、ここを叩く力を測定するんだ。ほう、ずいぶん野蛮なゲームじゃな。ではカズヤ、ソチがやってみせよ。え、僕がやるの？まあいいけどね。ファーストラウンド、プレイヤー1、レディーゴー。うりゃ、127kg。 それがソチのパンチの強さということか。うん、そういうこと。それじゃあそういうことで。面白そうじゃな。え、わらわもやってみたいぞ。うっそう。じゃあ2プレイヤー乱入と。今のはそんなもんだよな。何か言うたか。あ、いや、多分機械の故障じゃないかな。じゃろうな。まったく整備不良とはけしからん。結局どの遊びも子供だましじゃ。わらわに合うものは見つからぬ。遊びにも多少の忍耐は必要だからね。わらわに忍耐がないと。あ、いや、まあよい。説明大義であった。ソチにも見回りの任務があるのであろう。うん、それじゃあそろそろ行くね。うむ、またわらわの気が向いた時に付き合ってもらうぞ。あ、遠慮なく言ってよ。それじゃね。カズヤ！リリーさん？どうしたんですか？姫に逃げられてしまった！見かけなかったか？さっき行きましたよ。急げばまだいるかも。何？それは本当か？カズヤ、有効な情報感謝する。姫、逃げても無駄ですぞ。あ、夏
君に怒られるかな。ごめん、夏目。二人とも、カズヤ、いらっしゃいなのだ。あれ、夏目、怪我でもしたの？うん、あの後、レクリエーションラウンジで軽く手をぶっつけてしまってんの。大丈夫？ちっと痛かった。じゃが、プディングが見事に治してくれたわ。軽い青あざなのだ。治療も楽勝だったのだ。へえ。ありがとう、ナノナノ。いつもご苦労様。このくらいなんてことないのだ。それにしても、そのナノマシンという技術、まこと興味深いの。突如措置が光ったかと思えば、次の瞬間にはもうわらわぬ傷が出ておった。確かに初めてナノナノに治療してもらったときは僕もびっくりしたっけな。なあプディング、さっきのもう一度見せてくれぬか。どこかまだ痛いのだ。いや、あの光るのが見たい。それはダメなのだ。患者じゃない人はお断りなのだ。ナヌ、わらわの頼みが聞けぬと申すか。ナッタのお願いでもナノマシンの無駄遣いはできないのだ。夏目、ナノマシンは無意味な放出はできないよ。本当に怪我した人のために取っておかなきゃ。怪我人がいればよいのじゃな。なのだ。だから諦めなよ夏目。ここには怪我人なんていないんだから。いなければ作ればよい。は？カズヤ。え？まさか。なあカズヤ、ちょっとそこで頭を打ってみる気はないかの。冗談じゃないよ。ひどいよ夏目、そんなの絶対お断りです。冗談じゃ。そのようなひどなことわらわがさせるはずなかろう。え、なんだ冗談か。あー、びっくりした。カズヤ、本気で焦ってたのだ。もうからかってくれちゃって。それじゃ僕はもう行くからね。とにかく怪我には気をつけるの。うん、そっちもな。カズヤ、またなのだ。あ、またね。姫の死出撃？ああ、艦長から伺った。そうですか。反対だとは思いますけど。僕たちがしっかり守っていきましょう。
うむ。これが艦長の判断である以上、それより他にあるまい。やりこ、いつもお疲れ様。あ、カズヤさん。あれ、なんで隠れるの？そのカズヤさん、今日の私変に見えませんか？え、変？いつも通りに見えるけど。ごめん、よくわからないんだけど、別に変じゃないと思うよ。本当ですか？あの、気を使ってるとかそういうのじゃなく、本当に変に見えません？うん、全然。よかった。実は髪の毛を切りすぎてしまって、特にここの前髪、いつもより2センチくらい短くなっちゃったんです。ごめん、言われても全然わからない。そうです、ここのところなんですけど、わかりません。リコがこんな近くに？って、何緊張してんだ自分。やばいこと考えるな。落ち着け。カズヤさん？大丈夫、リコは可愛いよ。髪の毛も気にならないって、だから問題ないよ。そうですか？よかった。気にしないのがいいさ。それじゃあ僕は見回りを続けるから。はい、ありがとうございます。気が楽になりました。仕事あんまり進めない。やっぱドキドキしちゃったよ。まったく、僕には何なのがいるじゃないか。他を回って頭を冷やしてこもっと。よし、気になる箇所は大体回れたかな。いよいよ決戦だ。僕も部屋で十分に休んでおこう。